神奈川県立峰ヶ原高校3年生。子役として芸能界デビューして、いろいろと大活躍。性格は歪んでいて、素直じゃない。どこがよ。不安なくせに、それを隠しているところ。私、握っていいなんて言ってない。僕は握りたい。仕方ないわね。今だけ特別よ。あなたと私は同志。小林さん、そんなボトルメイドになびかないでくださいよ。あなたがトールさんですね。商店街で大噂は金がね。私、あなたとメイドについて語り合ってみたかったんです。それはいい。ではこちらへ。あ、でもこんな力強く引っ張ってくれる小林さん初めて。どうしたの？私はいつも通りでいい。いつも通りがいい。司と一緒にいられるだけで特別なので。今だって私すごくドキドキして胸が張り裂けそう。によると思わない？まあ少しくらいなら。例えば手をつないで歩きたいとか。座ってるときはダメ。今か。あ、嫌なら別に。いいよ、そのぐらい。むしろそこまで気を使わなくても。本当に？手、どうぞ。フラージュに準備しておいたが、これはこれでいいものだな。はい。ありがとう、ユウくん。お外、私お外走ってたよ。落ち着け、冬美。ここはもうお外だ。そんな、じゃどこを走ればいいの？走らなくていい。このままでいいんだ。繋いで走った時のこと。やめさん、いいから順一は黙ってついてきて。お兄ちゃん。あ、ねね。なんで手繋いでるの？なんでって、あしら付き合ってんだから手くらい繋ぐっしょ。お兄ちゃんの超変幕。あの、カリュウさん、手をつないでもよろしいでしょうか？よろしいです。私、うまくできるかわかりませんが、精一杯頑張りますので、どうかよろしくお願いします。はい、絶対に幸せにします。受け答えおかしいだろ。あのおっと、失礼しました。つい、あの店長さんって外国の方ですよね？
はい、イタリア出身ですよ。文豪出すんすか？あ、これは一応そのつもりだったんですけど。マジっすか？店長、本当に漫画家になるんすか？言ってくださいよ。新社会頑張ってくださいね。自分応援してるんで。あの、嬉しいんですけど全然終わらなくて、今回はもういいかなって。学校には行けなくなるし、今までと同じ暮らしはさせてやれないけど、いいか？それって、親は説得する。俺頑張るから。頑張って玲子が幸せになるようにするから。はい、ふつつか者ですが末永くお願いいたします。任せとけ。いえ、あの、で、もうちょっと握ってる？はい。この手、しばらく洗わない。私はごっくり。なんでそうなるんだよ。そうして私は恋に落ちた。わからない。犬の心に寄り添いまくった結果、私も群れのボスたる器を持つ者に心を惹かれるようになったのだ。全然わかんない。アイラ、俺は泣き顔初めて見せてくれたね。ずっと我慢してきたんだもんね。司は我慢しちゃう人なので。ありがとう。それとももしかして怖いの？シード。そうだよ、だから手つないでくれよ。何よ気持ち悪い。ウェーン、コトリー、ウェーン。わかったわよ。うわー、なんともったいないことを。シドウ君、試練に抱きつけば合法的に柔らかなお体を堪能でき、もしかしたら硬い靴底で顔に跡をつけていただけるかもしれないのに。あ、怖くない、怖くない。